はい、こんにちは。パーソナリティの稲嶺です。ウェブラボ、ネット集客は自分でできるの時間です。ウェブラボはネット集客20年の専門家パーソナリティとネットサーフィン大好きなアシスタント2人が小さな会社、小さなお店に役立つウェブマーケティングのことを分かりやすく楽しく紹介する番組です。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ね、先週はすいません、ちょっとあの風邪ひいてしまって、はい、大丈夫でしたか？はい、あの熱は出なかったんだけども。あ、なるほど。ただね、喉が、なんか唾を飲み込んだら痛いみたいな、まあ赤く腫れてしまって、やっぱ病院行ってね、お薬もらって、はい、まあ抗生物質とか飲んで、はい、ただね、咳痰がもう止まらなくて、これちょっと厳しいなと思ってね、確かに、はい、ちょっとお願いしたんだけども。よかったです。じゃあ、はい、気になって、もう無事、はい、ちゃんと声も出てますし、はい、よかったです。よかった。はい、で、あの、まあ、体力もあの、ね、回復したので、今日実は朝ね、草刈りして、おお、お家の庭、家の庭がね、もうすごい、もう身の丈以上なってたので、はいはい、すごいですね。うん、まあ涼しくなってきてるしね。はい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 、草刈りも専門家呼んでもらって、はい、プロの方と一緒に、へえ、一緒にやるんですね。一緒に、任せるんじゃなくて、で、僕はもう、あの、なんていうかな、ちょっと手伝いみたいな、刈った草をね、ビニール入れたりとかしながら、まあいい運動をしたのでね。すごい、はい、終わったんですか、じゃあ、今日ね、もうほぼ終わったので、また午後ね、少しその業者の方と、はい、まあ業者ってもう知り合いなので、ちょっと食事しながら、もしかしたらビールを飲むのかな、分かんないけど。いいですね。あ、そか、今日収録日はね、あの祝日ということで、今日はね、ちょっといつもと、あ、そうだよね、はい、今日祝日、ラジオはいつも通り平常運転で、そうですね、はい、よろしくお願いします。まあ、そんな感じでね、まあ、ちょっと運動してきました。はい、いいですね。ということで、じゃあ久々の収録になりますが、はい、本日もね、今日の一曲ご紹介いただこうかなと思います。あ、そうですね、はい、今日はね、あ、かけてなかったんだと思ってプレイリストいろいろ調べたら、はい、ブライアン・アダムスっていう、はい、まあ、男性のね、はい、彼シンガーソングライターのから曲も書いてるからちょっと分かんないんだけども、はい、で、彼のね、ヘブンっていう曲があって、お、ですごいね、彼、いい声、なんていうかな、まあイケメンでもあるし、はい、すごいね、声も得な声というかね、はいはいはい、いい声出すので、まあ歌詞の内容もね、はい、まあいいので、ぜひ紹介したいなと思って選曲しました。お、じゃあ今日はヘブンなくしていきたいと思います。はい、これも映画のあれですか？うん、そうだね、映画の PV ではないと思うね。なんかね、最初ライブ映像なのかなと思って、うんうんうん、あ、でもライブ映像か、これは、うん、カナダだったかな、彼は。へー、うん、まあね、見た目もかっこいいし、うん、このスマートですね、うん、これもちょっとね、かすれ声で、確かにハスキーな感じ、うん、ハスキーな感じでね、ハスキー声とかちょっと憧れますね、うん、多分日本にも何回か来てるかな、うん、見たいな、聞きたいなっていう人ではあるんだけども、はいはい、うん、今はもういくつになってるんだろうねもう60近いかな。やっぱりもうこの80年代って活躍されてた方って、もう今はもう60とか、うんうん、そうだね、年代的に、うん、でもなんか最近なんか他のラジオ番組でその80年代の今服、うんうん、古着とかがすごい今の若い子たちに、あ、またプレイバックして流行ってる、そう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 、なるほどね。その今流行ってるのがちょうど80年代ぐらいで、でやっぱりそのもうちょっと上の世代、私より30代とかの世代が流行ってた時はなんか60年代とか、うん、あ、なるほどね、らしくて、やっぱあ、ちょっと時代がずれて、ちょっと、なるほどね、ね、面白いと思って、うんうん、そうだね、木屋さんが今結構80年代の服バンバン出してるみたいですね、うん、山下達郎のコンサートもね、僕行った、はいはい、はい、行ってますね。で、彼も言ってたね、彼ちょうど今70入ったわけ、山下達郎、もう70入って、もう、で、その彼の来てるファンが今20代が増えてるって、はい、そうなんですね、うん、で、僕ら世代と、あ、そっかそっか、じゃあ若い方もいらしたんですね、うんうんうん、山下達郎って、まあ、名前はね、聞いてし、うん、有名な曲も、うん、もうずっと歌われてたりとかするじゃないですか、うんうん、まあ、シティポップ系ね、うん、流行ってる音楽もそうらしいですね、うんうん、そのね、ジャンル自体も流行ってるって、シティポップっていう世代が、
あのジャンル自体が、ね、めっちゃ聴きます。だから最近曲出した人も、うん、なんか結構シティポップ調、うんうんうん、ちょっと懐かしいよう な, なんかあの、うんうんうん、ロゴとかもああいう系が流行ってるらしくて、このインターネット普及し始めたみたいな、うんうん、ちょっとレトロな、すごいね、ファッションですね。ファッションもそうだけどね、昔のもまたね、うん、流行ったりするけど、音楽もね、そう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 、でこの曲も結構、うん、かかってたね。へえ、うん、多分全米でも1位とか取ってたと思うけどね。おお、うんうん、ちょっとタイム分かりづらいと思うので、私の方でちょっと3分前とかだったら教えます、うん、あ、まあ、エンディングかけたり、いつもタイムテーブル出てたじゃないですか、うんうん、あの今回ないので分かりづらいと思うんですけ ど, なるほど5分前とかだったらちょっと出しますね、うんうん、携帯で5分前、うん、あ、携帯出せない、うん、なんか5とかやりますね。いつもね、あのタイムテーブルっていうかあれがあるから分かりやすいですけどね、うんうん、そう、こっちのスタジオないので。佐藤さんも大変だよね。環境変わるとそろそろかな。はい、はい、はい、ブライアン・アダムスのヘブンでしたね。あの多分佐藤さんもね、今 PV ね、はい、パソコン見ながら、うん、そうそうそう、うん、見てました今流しながら、うん、まあ、声もねハスキーボイスだけど、見た目もねイケメンのいいかっこいい ねお兄ちゃんで、うん、今どんなかっこいいおじさん、そう、今どうなってるか気になる、見たいような見たくないようなすごい楽しみに、ちょっと調べてみます。さてさて、はい、行きましょうか。じゃあ本日テーマですね。はい、今日のテーマがですね、はい、まあインスタ企業アカウントっていうことで、おー、うん、インスタ、うん、ね、インスタの、まあ、ビジネス活用っていう話にしようかな、うん、はいはい、うん、で実はね、なぜこのテーマにしたかっていうと、はい、まあ理由が2つあって、はい、1つは、あ、僕もあの、なんですかね、お客さんに対面で昨日ちょっとセミナーしたので、うん、お客さんに直接会う機会があったから、はいろ、はいろ時間があったので、うん、最近どうみたいな話から、今どんなこと困ってるとかってインタビューしたんだけども、はい、お客さんに直接聞くことっていいなと思って、はい、でそれがね、この今日のねトークテーマにちょっとつながったんだけども、なるほど、うん、あのインスタのビジネス活用で、うん、で、まあ、あとはね、あのお客さんってやっぱりあの自己流でやってて知らないこといっぱいあるんだなっていうのが、うん、あのこのインスタ以外にも他にもいろいろあって、 LINE もそうだし、ネットの活用なんか特に、うんうん、皆さんもっとあのなんていうのかな、まあ、基礎的なことたくさん教えてほしいみたいなね、はい、こと聞けたので、はい、やっぱりあの直接会って話聞くことすごいいいなと思ってね。あ、なるほど、うんうんうん、そっかそっか、なかなか直接、うん、会う機会がねなかったです、ね、最近オンラインが多いんで、まあ、オンラインはオンラインでいいんだけど、時間来たらパスって終わっちゃうんだけども、うんうん、でリアルで会うとちょっと雑談しながら話が膨らんでいくんで、うん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 、確かにズームとかだとタイミングとかもちょっと言いづらかったりとかするかもしれないですね、うんうん、対面だと、うんうん、そうだよね、うん、話聞けるんで、でちょっとまあすみません脱線したんだけども、はい、今日ね、あの佐藤さんもね、あの今の、このテーマについてちょっと打ち合わせ前にあの話聞いたんだけども、でこのインスタとこれアカウント僕の、ね、はい、うん、アカウント、で、うん、で、あのインスタの方から新規で作るとき、はい、うん、こういったメニューが出てきて、まあ、既存アカウントにログインとか新しいアカウントを作成ってあるんだけども、はい、ありますね。で普段僕あの中小企業さんのね、このインスタアカウントもあのホームページ作るためにどんどん作ってたので、 あのあまり、うん、なんていうか、この一下の新しいアカウント作成でメールアドレスとパスワード作って、はいはい、うん、であとね、あのそのアカウント作って企業用に、うん、うん、あとはプロアカウントにしてこうな、ビジネスアカウントに変えていくんだけども、はいはい、うん、この、既存アカウントにログインっていうのでやったことなくて、で何だろう、まあ何ていうのかな、全然もうスキップしてた今まで、はい、うん、今日、うん、やってたんだけども、で昨日のセミナーでやった人は、はい、このね既存アカウントにログインして自分の個人のアカウントに紐付けて、はい、インスタをどん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 なんか付け加えてたみたい。じゃあもともと自分の個人のアカウントをお店のアカウントに変えてったみたいな感じですか、うんうんうん、飲食店のオーナーさんなんだけども、へー、うんうん、あ、でそんなやり方あるんだと思って僕すごいびっくりしたのと、うん、はい、でこれをやることでなんかいろんな弊害がなんか出てたみたいで、うん、あ、そうなんですか、うんうん、でちなみに佐藤さんもしね、上の既存アカウントにログインで作った時に、はい、ちょっとあのビジネスでやる時に厄介なことが起こるんだけども、どんなことが起こると思う？ビジネスアカウント、うんうん、
飲食店で。飲食店で。うん、でオーナーさん。でもちろんスタッフもね何名か抱えてビジネスしてるんだけども。じゃあ、個人のアカウントだから、うんうん、やっぱり個人情報が関わってくるということですかね。そう。個人情報が関わってくる、はい、うん。だってメールアドレスとパスワードを共有しなければいけない。そう。なので、うんうん、スタッフに。スタッフに。でね、この人の今佐藤さんが言った通り、はい、うん、でスタッフにお願いしようとか、あとね、うん、外国にいる知り合いの友達がいて、で彼女が、はい、なんていうかな、そのインスタ、はい、そのオーナーさんのインスタアカウント、いろいろちょっと手伝いたいみたいな話があった時に、あ、なるほど、うん、でそれがなんかできなくなった、できないみたいな、へ、うん、なんでって聞いたら、今佐藤さんが言った自分のこのインスタの個人アカウントで使ってる情報をシェアしないといけないっていうことで、はい、それはちょっとねまずいよみたいな、うんうん、で結局自分の個人も見られるじゃない。そうなんですよね、うんうん、で個人見られたくない、でも、うん、ビジネスで使ってるアカウントは共有して、はい、その外国にいる人で、もしくは店内も県内にも一応店舗あるので、そこのスタッフにもっていうのもねやろうと思ったけど、はい、自分の個人アカウント見られたくないし、はい、なんかされたら嫌だみたいな、で乗っ取りとかね、乗っ取りとかね、うんうん、なるので自分の個人に紐づいてどんどん作ってたみたい。この人2つ作ってて、あ、しかも個人用2つですか。個人用でお店を2つやってて、はい、で、もうアカウントもかなりね、お客さんもフォロワーも増えて、どうしよう、大きくなっちゃって、もう閉めることなんかできないっていうかね、はい、どうしようということで、うんうん、これ困ったねみたいな形で、うん、まあ、解決策をね今いろいろ模索してるんだけども、はいはいはい、うん、あ、こんなことってあるんですね。小さいお店だからこそなんですかね、うん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 、この自分のアカウントで作っちゃって、そうそう、多分多いのかな、でもどうなんでしょうね。だから意外とね、もしかしたら、でこの人曰く多分ね、私みたいにやってる人意外と稲見さん多いかもよって言われた。あ、じゃあ別にアカウントを作らずに元々あったアカウントをお店用にしちゃう、うん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 、だからだっていうのかな、自己流、うんうんうん、で、この人も言ったんだけども、素人とプロって、うん、で僕らはプロじゃない一応、はい、ね、プロのやり方って知らない一般の素人さんは分かんないから、はい、稲見さんもっと教えないとって逆に言われた、うん、あ、そうなんだ、知らないよって言われないと教えないから私こうなったよみたいな遠回しで、ね、言われて、はいはいはい、まあ、冗談でね、冗談で、はいはいはい、あ、そうなのねっていうことで、うんうんうん、あ、こういうことをきちんとね、まあ、僕らが普段当たり前でやってること、ビジネスで使うやり方って、うん、はいはい、僕もこの一本なんていうかな、新しくアカウントで作るしかやったことなかったんで、そうですね、イメージとしては私たちも、うん、ね、消費者だけど、うんうん、お店のアカウントはもう本当に、うんうん、なんだろう、うん、みんなでそのスタッフさんとかもやるアカウントって勝手に思ってるから、うんうん、まさか個人のアカウントとは思わないし、うん、思わないよね、そうそうそう、うんうん、へ、うん、まあね、そういったね、あ、なるほどということで、まあ、これはね、まあ、今日はちょっとインスタの話してはいるんだけども、はいはい、まあ、インスタグラムってね、どこもかしこもね、うん、みんな個人でもやってるしビジネスでも ね、 そうですね、うん、やってるので、そのなんか正しいビジネスの使い方、うんうん、で一人からまたね複数の人にお願いする、やっぱり協力者って必要じゃない、なんかね、ビジネスで SNS、 最近聞いたのが SNS をこの、うんうん、会社に代わって運用するっていう人たちもお仕事あるみたいで、そういう方たちね、うん、ログインさせないといけないから、そう、でその時困っちゃうんだよね、そっか、個人情報、まあ、そう、自分のね、うん、自分の個人のアカウントとかも紐付けられてるので、はいはいはい、うんうん、だから、まあ、前もってそういったね、うん、なんかビジネスでのやり方っていうのを知っていたら、はい、ならなかったんで、あ、そうですよね、うんうん、こんなのどんどん発信して教えてよみたいなことを、それで早速ラジオにちょっとね、まあ、僕と年代も近い経営者だったんで、はい、女性の、はい、うん、結構稲嶺さんやらないからだよみたいな、いやいや俺そんな影響力ないしみたいな冗談で言いながらやったんだけども、はい、この間ね、僕らの専門家、まあ、僕だけじゃなくてね、うん、そういったビジネス用にこうネット活用を教えてる専門家って、あ、どんどん情報を発信してそういった方々にね、はい、失敗しないようにね、うんうん、教えることって、まあ、ある意味義務だなみたいなね。沖縄って結構この個人事業主とか、この、うん、自分でお店を始める方すんごい多いじゃないですか、うんうん、多いね、やっぱり確かに比べて、で、まあ、なんとなくその世代によってその当たり前が全然違うんだなっていう、うんうん、私たちもなんか自分のアカウントをまさかお店のアカウントにしようとあんまりちょっと考えが思い浮かばなかったんですけど、うんうん、そうやって作っちゃもうめんどくさいからとか、まあね、時短になるとかっていうのもあって、うん、やり方わからないっていうの、うん、いろんな、ね、あると思うんですけど、やり方はね、うん、
だからね、そっかそっか、うん、まあ今回インスタのアカウントの作り方、あ、メールもそうですよね、うん、メールもそうだし、うん、で以前もねちょっとあの少し話それるけども、はい、インスタとかのアカウント作る時とかってパスワード必要じゃない、はい必要です、でこのパスワードもなんていうのかな、本当にあの数字だけだったり電話番号入れたりとかね、本当に簡単なあのパスワード入れてる方もやっぱりいるんで、はい、あ、そっか、まあ、これはね前もねちょっと話はしたんだけども、そうですね、クラウド上にパスワードを保管する、うん、保管して、まあ、いろいろねありましたけど、うん、英語ね数字記号入れるとかね、うん、うん、でそんなこともあって、僕ら専門家っていうかプロはもう普通にやってることだけども、はい、知らずにやっててリスク感じてないというかね、うん、知らないとかあるので、あ、うん、やっぱりそういったね、あのなんていうかビジネスでやる基本的なことって、はい、やっぱり知らないといけないのかななんてね、あーですよね、うんうんうん、で僕らも知らせないといけないかなと思って、はい、うん、すごいあのなんていうかな、まあ、勉強にもなったし、はい、自分に対してもね、うん、すごい、あ、これ義務だみたいなね、もう言われてもね、井上さんの義務だよみたいなね、うんうんうん、結構気の強い、ね、お姉さんだったんで、はい、面白いですね、もうずかずか言われてて、はい、あれこの人の間違い俺なんで結局さここで最初の責任から、うん、でもそうやってまあね、このアカウントって一回作っちゃう、確かにこの、うん、まあ、運用してたら、うん、移行って結構難しいですよ ね、 そうだよね、うん、めんどくさいし、うん、変えるってね、そう結構お客さんにも負担をかけるわけじゃないですか、うん、フォロワーもね、そう、あれってなここからこっちに移動してください、うんうん、たまにね、うん、あるそういったのって、ありますあります、やっぱりなんかリニューアルオープンとか、ああ移転しましたって、うんうんうん、こちらのアカウントへお願いします、なるほどね、これはインスタとか LINE とか行ったの、そう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 、だから、うん、なんか気づかないとね、見逃しちゃうこともあるし、結構リスクなのかなと思う、面倒だよね、でもね、アカウントで変えるってなるとね、多分ね、ほとんどの人が多分ね変えなくそのまま放置みたいなね、そう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 、だからもうずっと既存のアカウントを使ってる方とか、あ、今ってあんまりメールアドレスも変えないじゃないですか、確かにね、なんかあの自分があの、うん、私ガラケー使ってた時は結構なんかかん、うん、あの学生だったか分かんない、分かんないですけど、うん、結構メールアドレス頻繁に変えてた気がします、あ、そうか、ドメインなんかあれソフトバンク NEJP とかね、なんかあったじゃない、はい、ありましたね、昔はね AU だったら EasyWeb とか、ね、なんか変えてたけど今はね、そんな気、うん、人も変えないし、うん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 、やっぱり一回その乗っ取られてしまうとか、うんうん、悪用されちゃうと、はいはい、大変ですよね、うん、そうですね、変えるの大変だから、うん、確かに、うんうん、なんか途中で変えるっていうのはね、いろんな方に不便をかけるし、自分にとってもデメリットあるから、うん、すごい最初がキーもめちゃくちゃ大事、ね、うん、確かに、うん、なかなかそうですね、あ、そっか、うんうん、個人のアカウントを使う人もいらっしゃいますね、うんうん、ね、ビジネスが成長したらね、どんどんねアウトソーシングしたり、うん、スタッフに ね、お願いしたり、だからね今 DM でお客さんと直接やり取りをする企業さん、うんうん、あの私もすごい多くて、うんうん、この宜野湾市もあの小さいお店、うんうん、私もあの出演オファーとかするとき、うんうん、DM 使うんですよ、DM で、しかもインスタのメールじゃなくて、うんうん、なるほどね、そうだよね、その方が手っ取り早いしね、そうなんですよね、うんうん、なんか見てお店の人を見る確率がすごい高いし、うん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 、なんかコンタクトしやすいから、うんね、インスタとかでよく DM 送るんですけど、うんうんうん、そのね送り先が変わったりしたらね、そう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 、うん、あ、もうお店やってないのかなとかって思うもんね、なっちゃうので、うんうんうん、やっぱインスタはね運用、うん、運用するのも必要ですね、うんうんうん、うちもね会社もね実はあのある専門家に相談して、はい、インスタのアカウント運用相談中で、もしかしたら近いうちお願いしようかなと思って、あ、すごい、うん、ちょっと YouTube 動画いっぱい撮りたいので、そこにリソース当てたいから、インスタのその動画をインスタに上げてもらえるとかね、ストーリーズとか、はい、うん、リールとか、そう今、うん、私もあの動画編集の勉強をちょっとしてて、いいね、そうこれから、うんうん、まあね、ラジオは、うんうん、あの音声編集簡単なやつで結構パパーっとできちゃうんですけど、うんうん、動画編集ちょっと興味あるなと思って、あ、大事、ね、もうセミナー受けたよ、あ、本当ですか、新田と哲也さんが主催するコミュニティ参加してるんだけども、はい、とその専門家の方来て、へー、うん、なんかすごい興味あって、私もなんかスクール通った方が早いのかとかちょっと検討中で、うんうん、まあ、お金ねかかるけど、そう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 、でも短時間で身につくし、うんうん、いいと思うよ、ね、僕も受けようかなと思った、あ、うん、だからね、先ほど YouTube 始め、うん、ね、いっぱい撮るってな、やっぱ動画撮って編集、うん、投稿、そうそう、ね、うん、やらないといけないと思うので、うんうん、いいな、いいですね、いいですね、そっかそっか、あ、残り3分、あっという間ですね、なってきましたね、今日ね、なんかね、スタジオがちっちゃいところでやってるので、そう、いつもとね、雰囲気が実は
雰囲気って場所違うから。アットホームというか、そうなんですよ。ちょっと今日は、うん、あのね、YouTube に上がると思うんですけど、動画は、うんうんうん、ちょっと画角がいつもとはなんかね変わっております。佐藤さんとの距離もね、なんかいつもと、ね、うん、近いし、いつも結構ちょっと離れてますからね。離れてるしね。うんうんうん。FM ギノアンがちょっとね、今生放送をやっているので。うんうんうん、お願いして、はい、まあここはここね、このサイズでいいかなと思います。ありがとうございます。はい、じゃあね、もうエンディング入りましたんで、はい、で今日はね、ちょっとインスタの話から、まあ自己流ちょっとよりかは専門家がなった方がいいよっていうようなね、お話をしました。はい、じゃあ今日の相手は大彦のやめると FM ギノア佐藤まなでお送りしました。はい、ではまた来週。はい、また来週。